ギャリン・チェッキーニは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州レイクチャールズ出身の元プロ野球選手、右ト左ヒ実定は同じくプロ野球選手のギャビン・チェッキーニ。2010年の MLB ドラフト4巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、8月16日に契約。2011年、参加の A-9、ローウェル・スピナーズでプロデビュー。 三十二試合に出場し、打率、二百九十八点三本塁打、二十三打点十二盗塁の成績を残した。二千十二年は A 級グリーンビルドライブで百十八試合に出場し、打率三百五点四本塁打、六十二打点五十一盗塁の成績を残した。二千十三年は A 級セーラムレッドソックスで六十三試合に出場し、 打率350.5本類が33打点15盗塁と活躍。6月に AQ a ポートランドシードックスへ昇格。66試合に出場し、打率296.2本類が28打点8盗塁だった。オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び40人ワーク入りを果たした。 2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意。3月13日にトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。開幕後はトリプル A 級ポータケットで50試合に出場して、打率278.1本塁が21打点6盗塁と結果を残し、6月1日にメジャーへ昇格した。 同日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。4回表に2塁手のダスティン・ペドロイアが退場となったため、3塁手のジョナサン・ヘレーラが2塁に着き、チェッキーには3塁の守備についた。7回表の2打席目には、フワ・オビエドからメジャー初安打となる1.2塁打を放った。この日は2打数1安打1三振だった。翌2日にトリプル A 級ボータケットへ降格。 17日に再びメジャーへ昇格したが、出場機会のないまま20日に、再びトリプル A 級ポータケットへ降格した。2015年は、一塁一種と指名打者で、各一試合に出場しただけに止まった。12月4日に、戦力外となった。2015年12月10日に、金銭トレードで、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2016年は、開幕から、マイナーオプションで、 トリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし、126試合に出場して打率。271.5本塁が52打点13盗塁の成績を残した。10月28日に40人枠外11月7日に FA となった。2016年12月20日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結び、2017年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズで89試合に出場し、打率266、4本塁打、33打点の成績を残したが、メジャー昇格の機会はなく、11月6日に FA となった。ありがとうございます。